コンスタンサマヌエルデ・カスティーリは、ポルトガル王ペドロ一世の二番目の日。ただし、ペドロの即位以前に死去している。コンスタンサマヌエルデ・ビリエーナとも。父は、カスティーリア王フェルナンド三世の孫、ペニャフィエルコフ・フアンマヌエル。母は、その二番目の妻で、アラゴン王ハイメ二世の娘コンスタンサ。イボ妹に、カスティーリア王エンリケ二世の王妃フアナマヌエルがいる。 幼少時にカスティーリャ王アルフォンソ11世と結婚し、形式上は王妃となっていたが、この結婚は1327年に無効とされた。その後、1340年に、後のポルトガル王ペドロ1世とリスボンで結婚した。ペドロも最初の妻ベアトリスとの結婚は、幼少時のもので、少年期に分かれていた。コンスタンサとペドロとの間には二男一女が生まれた。 ペドロはコンスタンサを差し置いて、その次女であったイネス・デカストロを寵愛し、コンスタンサの死後に、その関係は公然化したが、ペドロの父アフォンソ四世の命を受けた貴族によって、イネスは殺害された。ありがとうございます。